そうして人の気持ちを受け止めて、背負って背負って背負って、京くん見てください、潰されてしまったら、もしもそんなことになったら。見当違いじゃなくてよかった。ズタボロになって落ちてたぞ、道路に。あの、一応洗ったけどあんま綺麗になんな。もう絶対絶対落としません。そうかよ、重いよ。穴埋めは頼んだぞ、キョン。ああ、俺だってさっきやっと自分の分終わらせて。姉ちゃん、私に言うなよ。取ったやつあえて殺すとは言わない。地獄へ落ちろ。甘いぞ、トール。盗みは犯罪だ。作り直すのが面倒なだけだろ。あいつらノリだけで生きてる感じするからな。キョウくん、ん、どう思われますか。どうって、やめろ、その手の類でもしも話とかすんの。いや、困らせたくないのに。雑だったよな。ねえ、結局犯人捕まえたんだけど。取った分だけお前らが作り直せって命じてきた。取り上げられないだけよかったんじゃない。大岡裁きよね。しぐれやっぱ遅くなるってよ。おう、サンキュー。だからそれは俺のせいじゃねえって。危ないで、取る。てめえ。